7月6日、違う、7月5日、ライブ終了後でございます。皆さんありがとうございました。今日はあれ食べた、すき家ニンニクの、すき家ニンニクの目、トリプル丼。違う、すき家ニンニクの目、ダブル丼。ダブル丼食べた、美味しかった。全部食べました。配信が終わってから。はい、配信終わってからちょっと喉を休めの、飲み物飲みので、ゆっくりゆっくりね、ご飯を食べた、全部で、ごちそうさまでした。波だから普通に食べれたよ、ちゃんと。そう、トウモロコシのヒゲ茶と一緒に、これと一緒にいただきました。ありがとうございます。あれはね、ちょっと私辛いのが苦手だからだけど、私ちょっと辛いのがそこまで得意ではないので、だんだん克服しようと思って頑張ってるんだけど、そこまで得意ではないから、あのダブルでよかった。トリプルはもっと辛いって、そう、トリプルもっと辛いからダブルでよかったです、私は。で、丸ごとニンニク、丸ごとニンニク私追加できるって知らなくて。知ってた？みんな、どの牛丼でも追加できるの、あの丸ごとニンニク、あれはいいですね。ただウーバーではできないけど、店舗で食べるかお持ち帰りならできるらしい。あれはいいよ、風邪ひいてる時とか。むしろ風邪ひいてる時とかさ、ご飯を食べる気しないからさ、牛皿とさ、ね、牛皿、卵で、あのニンニク食べてればさ、風邪よくなりそうじゃね。なんか肉空気するかな、風邪の時。どう？私コオロギ、なんかね、コオロギをね触ってたら痒くなってきちゃって。コオロギがいるんですよ、ここに、ここにね、コオロギと、飼ってるね、クモがいてね、ここに今めっちゃご飯食べてますね。はい、すんごい勢いでご飯食べてる。むしゃ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 食べております。メスちゃんがね、ちょ見せないけど、クモのメスちゃんが、ずっと、もう1ヶ月ぐらいじゃないの、3週間ぐらい、わかんないけど、ずっと眉の中に入ってたから、多分お腹空いてんだよね、飲まず食わって。お腹空いてたと思う、多分。もうね、この配信が終わってから ここにね、コオロギが入ってるんだけど、これにコオロギ、ちっちゃいコオロギが入ってるんだけど、これをラップピッてやった時に2匹出てきちゃったの。パンポンポン、ピョン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 って、あ、2匹出てきちゃったと思って、ここをピョン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 してたから、この箱の中を2匹捕まえて、2匹突っ込んだの、ポンポンって、クモのあれの中に。そしたらさ、じり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 って近づいてて、一匹ピッて捕まえて、で、捕まえながらこうやってもう一匹見て、どうやってんだかわかんないけど、もう一匹もペッて捕まえて、二匹を食べてる今。はい。もり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 食べてますね、今。食べてるっていうか、吸ってんのか。吸ってる。お腹空いてたんでしょうね、きっとね。空いてんだろうね、きっとね。すんごい吸ってますね。はい。なので、お家に帰ってから、もう一匹ね、これはメスちゃんなんだけど、オスちゃんがもう一匹いるので、その子にも、コオロギあげたいと思います。なんかね、オスちゃんの方がね、あれなんだよな、ビビリなんだよな、本当に。マジでビビリ。すぐ逃げる。はい、ということで、なんかグッズを締め切りました。皆様ありがとうございました。グッズはもう締め切っておりますので、カレンダーの写真を、いろいろもごもごして、発注しますので、少々お待ちくださいましな、少々お待ちください。なんて言うんだろう、あれ、サインブーストでサイン書きますみたいなこと言ってたじゃないですか、500円で。で、それ以外に、はい、それ以外にブーストくださった方がいらっしゃいまして、
本当にねありがとうございます。はい、マルさんありがとうございます。本当にマイティさんも、あとミヤさんも、ヨシ様も、本当にね皆様ありがとうございます。楽しみにしていていただければ嬉しいでございますのでね、よろしくお願いいたします。もう7月5日かはよ注文せにゃ、はよ注文せにゃ。皆さん本当にねありがとうございます。感謝しております。チェキですね。チェキは、あ、どこ行った？あと、これを読みよう。ヒデちゃん、ヨシー様、モフちゃん、白玉子ちゃん、秋山さん、ベイちゃん、ミヤさん、ケンジさん、マスザキさん。1,2,3,4,5,6,7,8,9 枚でございます。9人でございますね。こちら撮影しましたので、送るの少々お待ちくださいまし。ほいで、高野菜か。ちょっと待って。どこだ？どうだ？フライングケンジさん、タコさん、白玉子ちゃん、コウさん、白玉子ちゃん、タコさん、白玉子ちゃん、ミヤさん、ウダさん、白玉子ちゃん、白玉子ちゃん、白玉子ちゃん、そしてミヤさん、そして一番取ったの白玉子ちゃんでございます。おめでとうございます。配信終了後にスーパーチャットくださった方にお礼しています。ありがとうございます。白玉子ちゃん、秋山さん、おちょいちゃん、秋山さん、モフちゃん、モフちゃん、タコさん、ウダさん、コウさん、ケンジさん、ロクさん、シャゼモコちゃん、シャゼモコちゃん、ケンジさん、ミヤさん、秋山さん、フミニちゃん、秋山さん、そしてモフちゃんということで、あ、違う、タコさん言わせた、タコさん、そしてモフちゃんということで、ブービー賞タコさんでございます。おめでとうございます。前夜祭がタコさん、あらら、前夜祭タコさん、高野祭は白玉子ちゃん、ブービー賞タコさん、これで、滑り込みじゃなくて、ビンゴが、キャリーオーバーでございますね。もうぐちゃぐちゃで何言ってんのかわかんないけど、大丈夫でした？大丈夫でした？ちょっとぐちゃ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 して、多分何を言ってるかわからなかったと思いますけど、食べてます。ねえねえねえ、スマホにさ、くっつけるさ、マクロを撮影するやつってさ、使ったことある人いる？あれどう？どう？私、可愛いじゃん、やっぱ。自分の飼ってるさ、ペットのクモちゃんは可愛いからさ、iPhone のさ、マクロ撮影みたいなのでさ、こうやってさ、ずっと見てたりするの可愛いなと思って。こうやって肉眼で見ててもさ、そこまでわかんないじゃん。まあ、よーく見てればわかるけど、もっとさ、見たいと思った時にさ、スマホのマクロ撮影みたいので、iPhone のやつ、あれで見るんだけど、まあ、ボケるんだよね。そう、こんなちっちゃいから、雲って。こんなちっこいから。で、スマホのマクロ撮影する、なんかパコってはめるやつ、あれどう？ちょっとね、調べてんだけどさ、使ったことある人いる？あれ。いや、どうなんだろうと思って。案外使いにくいよって言われるのかなってね。ちょっと悩んでんだよね、なんか。そう。なんかさ、やっぱさ、実際さ、使ってみないとわかんないじゃん。そのさ、例えばさ、植物取りたいですって言った時とかはさ、まあ植物、なんかこうやってさ、調整して取れると思うんだけどさ、その自分がさ、可愛く、まあ一緒か。植物も一緒か。失礼しました。飼ってるさ、ペットのさ、毛のさ、一部分でも、よく見たいってなったらさ、それじゃやっぱ足りないのかな。何を悩んでいるかっていうと、買ってみて、うわ、ダメだった、使えなかったっていうのが、溜まるのが嫌なの。一回失敗しちゃったら、まあ、いや、嫌だよ、そりゃ。
一回失敗しちゃった、じゃ次成功しましただったらいいんだけど、そうでもさ、あどう、でもさ電気屋さんにさ雲持ってくわけにもいかないじゃん、これ雲持ってて見てたらさ雲嫌いな人からしたらキャーみたいな感じじゃん。そのね、失敗、そのスマホにパコってつけるやつじゃ全然結局見えないよとか、あ意外と見えるよみたいな、自分はなんか虫とか取ったことあるよとか、そういう意見が聞きたい。はい、教えてください教えてください、ぜひ。マクロ撮影のパコってやつ使ったことある人、はい、よろしくお願いします。大丈夫か、 あとムーンちゃんいつもありがとうございます、本当に赤スパチャくれてありがとうございました、本当に感謝いたし、感謝しております、ありがとうございます。この後は、え、そうだよね、この後は、多分今の感じ的に大丈夫じゃないかなって思うんだけど、薬飲んでまた寝るので多分大丈夫かなって思うんだけど、21時過ぎかな、21時わかんない、21時半とかになるかもしれないけど、ちょっとわかんないです、21時半ぐらいかな、ちょっとわかんないから、 2時間メンバーシップ配信しますので、はい、よかったら、よかったらじゃないね、メンバーの方は必ず来てくださいはい、必ず来てくださいまし、よろしくお願いします。でちょっと今日早いんですけどね、早いんですけど痛いから帰りますじゃあね、ごめんなさい、バイバイ、ありがとうございました。